新しいクスコを用いたソフトリングペッサリーの交換法について紹介したいと思います。イガラ式ダブルナット固定クスコというもので、引き込み法と切断法、俗名謝罪法があります。ソフトリングペッサリーでは、オーレスリングペッサリーが世界で引用され、3から6ヶ月ごとに交換が必要です。ただ、この交換ですね。 抜去と挿入がありますけど、結構患者さんが痛みを訴えるんですね。特に小さい方、小さいペッサリの方が変形が難しく痛みを訴えることが多いと言われています。で、従来法の抜去法について説明します。紹介します。変形させて出口のところでつして出すんですが。 結構痛い、はい、続いて従来法の挿入のコツですけど、まあ、これでもです、ね、あの構わないんですけども、えー、っとペッサリーが筒入口部を瞬時に小さいまま通過することが大切でペッサリーを小さく潰した状態で筒入口部にあって筒後方に向けて一気に押し出すのがコツです。 まるで一気にところてんを押し出すような感じです。まあ、ゼリーもつけてやりますが小さいペッサリーは変形が難しいというわけです。でそこで我々が考えたこれはあの私の兄五十嵐修行が考えた引き込み法ですけれども五十嵐修行が発明したダブルナット内ネジネジが2つありますね。それを用います。 クスコを90度回転させて、くぼみにペッサリーをはめて、塚原,塚原監視で検引して、固定クスコ内にペッサリーを引き込みます。で全体を前後させて、実壁の巻き込みなどがないことを確認して、えー、全体を抜去したり、あるいはクスコを、えーあ、ペッサリーをそのクスコの中から抜去したりします。 これは、えー、と私が打ちネジの、まあ、ほぼ同時に打ちネジじゃなくてっ、えー、と後で紹介します洗濯バサミでやってたんですが、えー、と同じように固定クスコというのを作ってやってたんですがこれはダブルネジでやっております初期の方法です紹介しますクスコをかけましてベッサリーを暴行前に確認いたします クスコ動かなくなりますねダブルネジですとねでえー、と結構膀胱前に手前側がすぐ確認できますでこの頃はですね,えすねえと塚原を使ってたんですけど、えーえー、今はマルチンでしっかり端してますんで,でさらにこの頃はですねす曲がりのクーパーを用いて切断していたんですが、えーえー 一気に切断したり、2回ぐらいで切断するんですけど、直の方が望ましいと、曲がりは少し切りにくいんですね、2回操作をしたなきゃいけなかったりすると、やりにくいですで塚原ですと、途中外れてしまいます、クスコを今、45度傾けているんですが、この頃は傾けずにやっておりますね。 で肛門の方にこうあまり肛門に向けておりませんが肛門の方に曲げるようにサザエの実、ね、をつぼ焼きの時に出すような感じでラストを抜けると、うん、はい、すみません、はい、で、新しいこの、えー、と洗濯ばさみ法での紹介をいたします。 えっと、暴行前にですね、ペッサリを確認します。で、そのままだとですね、結構クスコは動いて患者さんが痛がるんですね。ですので、中に、えっ、ー、と、洗濯バサミでもよいと。ただですね、洗濯バサミ法は、このサザエのバッキョと、えっ、ー、と、切断のバッキョしか使えないですねで。ハサミは直が望ましいと。一回で、 もしくは2回で切断全然できます。で45度クスコを傾けます。10時ぐらいの方。あんまりかちょっと傾けが足りないですね。で、えー、と<ん>これだとモデルなんでちょっと引き抜きそうです。あのやりにくそうですけど、患者さんの場合は結構簡単にできます。肛門の方にこうねじるようにすると出てきます。最後やりにくかったら手で補助することが必要ですが、 普通はこれもなしで,です、ね、肛門側にねじればできます。で、ダブルナットをクスコを閉じて出すと。で、これはですね、挿入にも結構便利なんですね。えー、落とさないように、まずクスコを固定させて、で、落とす ペッサリーを落とさないように注意しながらペッサリーを小さく潰した状態でダブルナット固定クスコに半分はめます。でそれからですね、えー、とペッサリーにゼリーをつけてでゼリーつけ先端にだけゼリーをつけてそれ,それを筒入口部にぐっと押し当てて横からです、ね、図にあるように指で筒後方に向けて一気に押し出すまるでところてん押し出すようにですねそうすると痛がりません。 この挿入法と引き込み法をやるには、えー、洗濯ばさみ法ではダメで、えー、ダブルナット固定フックスコをご購入いただくということになります。えっ、ー、と、並木メディカルにて購入ができます。引き込み法用と切断法用がありますが、まあ、どちらでも、えーと、どちらのやり方でも使えます。 以上、紹介でした。